ポップとイッツモアさんの初コラボです。いや社長、江村社長お世話になっております。こちらこそお世話様です。あのここになんとなくね貼ってあるんです。なんとなくというかね貼ってあるこの日頃のご愛好に感謝して春の感謝セール3月25日から3月29日これね、私ちょっとなんかネットで拝見したんですけれども水曜日になんか直売をされてるっていうのは今までは月2回、はい、第1、第3水曜日だけ特売日を設けさせていただいてたんですけども、はい、まあ、年度末でもあるし、ええ、あのまあ、今までのご愛顧を兼ねて、はい、月から金までやってみようということで、はい、企画しました。この期間を設定されたということなんですね、はい、水曜日来れない方もね、いるかもしれないんでね、これなんか 春休みにも絡みそうだね。そうですよね、いい時期ですけれどもね。あ、おっとあのこちらのスタッフさんというか、いつも産業フェスタとかでもねお世話になりましたけれども、これ私使わせていただいてますよ。すごいしっとりするし、あのいろいろごめんなさいね、勝手にこれもカッコすごいいいよね。そうですね、そう、私なんかこれとこれをじゅんぐりじゅんぐりで使ってて、はい、もう減らないの、すごい伸びるしそう、これで結構ねしっとりしてて、うんうんうん、なんかいい、これだってすごい原価にこうかけてる、スタッフさんの声から生まれたっていうような。そうですね、ボイッチです。ボイッチ、これね主力商品で今いらっしゃると思うんですけど、社長パッケージがオレンジ色っていうことで。そうですね、ね、あのビタミンが、うん、あの成分的に、はい、あの結構メインで企画してる商品なので、はい、ビタミンっていうと、うん、オレンジのイメージ。そうですね、でオレンジというと元気が出る、うん、元気が出るイメージの、こちらなんか置いてあって、かっくん、はい、私たちもなんかちょっとオレンジ色にちなんだ、そうですね、歌を歌ってたりなんかしますけれども、はい、なんかそれでお声かけいただいたってわけでもないんです。偶然なんですもんね、きっと。偶然ですね、はい、まあ、タンクポップといえば元気っていうね、はい、イメージがもう完成されてますけども、はい、でなんかこの期間になんかその御社だけではない何かちょっと目玉をっていうことできっとお声かけいただいて。そうですね、かは分かりませんそうです、そうだ、はい、そうとおっしゃっております、はい、大丈夫ですかねそこはね。で、ちょっとねこうやってサンプルも販売、これだってすごいお得ですよね。ネットでだって1000円以上するやつもうすでに500円とかになってるけど。半額ですね。ちょっと私これ目つけました、社長。ああ、まあ、ここに来た人だけの。そうですよね、ここ来ないとまずここはどこっていう話なんですけども、はい、蒲生なんですよね、うん、蒲生ってどこって話かもしれませんけど、ああ教習所の裏ですね。そうですね、はい、でも地元だから分かる話であってね、まあそれはちょっと何かで貼っておくなり、はい、ご案内するなりするとして、はい、とにかく私たちのその商品も置いてくださる。いや、置いてくださるってよりぜひ置かしてください。どうしよう、かっくんね、嬉しいですね。どうしよう、みんな、うん、来てね、 みんなってね、あのまあでもその私たちも越谷のいろんなところでこう商品置いてたりしてるので、ちょっとなんか今回だけでしか買えないものをこの期間に関してはご用意したいんですよね。いいですね、はい、ぜひ。どうしよう、私たちのブロマイドとかどうなんですか、売れないかな、まあ、マニアがいるんですかね、社員書いて、社員の方がこうやってる需要がないと。需要ないですか、そうですか。ちょっと何かまだ期間があるとはいえもう間もなくっていう感じですけれども、でここでちょっと何らかの素敵なコミュニケーションを、うん、はい、また決まってない、ね、はい、何らかの素敵なコミュニケーションと、はい、共に。そうですね、ね、はい、だから無理やりその買ってとかっていうよりはこの場所を知っていただきたいっていうところがまず
というところなので、まあ、あのせっかくなのでちょっとガモーの街並みもね、はい、歩いていただいたりとかして、うん、タンクポップガモーって曲も歌ってる、はい、という感じです、はい、お伝えしたいことはそうですね、期間中多くの方に来ていただけるといいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宣伝のほどよろしくお願いします。はい、なんかすごい責任がねえ、あ、じゃあ所長最後に、はい、あのそうですね、あのなかなかあのご縁があのいただけない方たちもまだまだたくさんいらっしゃるので、うん、これを機会に、うちの直売所にも足を運んでいただいて、何かお役に立てる商品を提供できればいいなと思ってますので、皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう何のリハも、ね、予告もなしに動画を回しておりますが、はい、皆さんしゃべりもいけるということでありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひお待ちしております。イッツモアさんとタンクポップのコラボで直売所で何かが起こります。お待ちしてます。小さな胸破裂しちゃう。